トルニャックとは、ボスニア・ヘルツェゴビナ原産の原産の,原産の森区犬種である。本種の最古の記録は1062年に残されており、それ以前から犬種として存在していたと考えられている。本種の先祖は、チベタンマスティフで、それに土着の犬種や狼の血を加えることで誕生したと考えられている。本種は主に森区犬として使われている。 森地区犬として育成する際の訓練は、他の森地区犬種と同じで、羊を家族と認識させるために、子犬の頃から、羊と共に、野外で飼育を行い、行動を共にさせることによって育成する。つまり、森地区犬は、家族を守りたいという愛着と防衛心を、特に強くすることによって、家族に迫る外部の敵を追い払ったり倒したりする。 ことができるようになるのである。昼間だけでなく、夜間も警戒心を怠ることなく、羊を守り、羊を襲う狼や熊がいれば、命をかけて戦う。中には9頭の狼の群れに1頭で立ち向かい、死闘の末に全てを撃退したという勇敢なトルニャックの英雄伝も残されている。ちなみに、このトルニャックは、 戦いの後、羊に囲まれて、息を引き取ったと言われている。森地区剣としても優秀な犬種であるが、家屋や倉庫の見張りにも使われ、番犬としても重宝されている。元から、希少な犬種のため、羊飼いによって大切に飼育されていたため二度の世界大戦や旧、ユーゴスラビア紛争を乗り越えて生き残ることができた。しかし現在でもその頭数は、 非常に少なく、原産地外に輸出されたものを含めても1996年の時点での相当数は200頭ほどしか存在していなかった。だが年々原産国内外で人気が高まりつつあり、原産地ではほとんどが実用犬として飼育されているが、近年は小ドッグやペットとしても飼育されるものも増えてきている。また、同年にトルニャックの 記念切手も発行され、原産国外での知名度も上昇した。現段階ではまだまだ知名度の低い犬種であるが、愛好家の努力が実り2007年に、不思議に暫定公認犬種として登録された。がっしりとした体格でマズルは短い。長めの折れ耳、ふさふさしたタレオだが、尾は3分の2の長さに、断をすることもある。元気に活動している時はこの尾が、 まっすぐに高く掲げられる。コートは、ふわふわした、ロングコートで、毛色は、ホワイト地にレッドなどのブチがあるもの。体高60から70センチメートル、体重35から45キログラムの大型犬で、性格は明るくとても忠実だが、プライドと警戒心が高く頑固な一面もある。運動量は多めで、室内よりも室外にいることを好む犬種である。 かかりやすい病気は、大型犬でありがちな股関節形成不全である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き卓約性分動振興者、2007年、ありがとうございます。